はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第253回でございますえ。今回テーマが感情がぐるぐるしているっていう、まあ聞いてるみんなにしてはちょっと謎テーマになるんですけど。 で、あと生放送の内容っていう、ちょっとこれ相談ね。で、あとは咳ごめんっていうところで、えー、昨日まず、あのー、初めてね、あの、教育系のね、YouTube 動画配信者の方、自分を含めて4人集まっていただいて、2時間生放送させてもらいました。あの、生放送中ね、見に来てくださった皆様ありがとうございました。えー、その時にも結構咳がね、出ちゃってたんですけど、でもだいぶね、薬とかで抑えたんですけど、えー、案の定ですね、悪化しまして、で、 昨日、だから今日か、えっと、朝一ね、病院行ってきたんですけど、まぁちょっと強めの薬をもらったんだけどね、え絶対このダラダラ状中で咳込むから、そこごめん。で、あとちょっと声もちょっとね、若干おかしいかもしんないんですが、お許しください。あの、ネストがないんでね、そこは元気なんですけど、動画を撮るっていう上でちょっとね、声が、うん、いろいろね、っていう感じ。で、まず、ちょっと下から行こうかな。生放送の内容っていうとこなんですけど、これ、 9月からですね、自分、YouTube ライブ、まあ YouTube の生放送をちょっと増やしていきます。本当はね、8月中いっぱいやっ で、あげたかったところはあったんですね。やってくださいってめっちゃ言われてたんで、あったんですけど、ちょっとスケジュール的に厳しかったので。で、まあ、9月から、できればもう何曜日の何時みたいで決めれたら一番いいんですけど、まあそこまで持っていければなとは思っているんですが、ひとまず最低月1。できれば、えー、一番は週1ぐらいまで目指したいところではあるんですけど、やろうと思っております。で、そこでですね、まあ、生放送で何をやってほしいかっていうのを、ぜひ、あのコメント欄とかで意見をもらいたい。 で、今までやっぱ多いのはもう3つです。一番、今一番多いのは、まあ、一緒に勉強しようのやつですね。あれを生放送でやってほしい。だから、まあ、前ちょこちょこやってましたけど、まあね、動画、まあ、カメラ置いて、自分がもう勉強作業してるんで、一緒にやろうぜ、みたいな。そう。で、まあ、これに関してはね、リクエストも多いんですけど、あんまりこう、なんかなんていうのかな。それは違うのやってほしいですね。で、生放送だったら違うのやりましょうよ、せっかくだしって。 いう意見も多いので、まあちょっとね、いろいろ意見が分かれるとこではあるんですが、まあそれが1個。で、2個目がですね、えっ、ー、と、もう相談に答えてほしいっていう。昨日ね、えー、生放送中かなりコメントいただいてたんですけど、どうしても、まあお三方まだいらっしゃったからさ、みんなでこう喋れ、喋るっていうとこだったんで、自分の好き勝手にはやっぱできないでしょだからもちろんコメント読んでてね、拾ってあげたいなっていうのもいっぱいあったんですけど、こう、うまくこう、なんだろう、なんだろうな、こう放送がうまくこう滑らかにいくように、 なんか拾い方もちょっと気をつけながらやったんですけど、まあ、全部は拾えなかったので、まあ、生放送でね、こう、相談、パッてもらったやつについては俺が話すっていう。まあ、これが2個目、リクエストとして多いのはね。で、もう1個はですね、その、ダラダラジオみたいに、もうテーマを1個決めて、それについて喋ってほしいですって。で、その喋ってる時にみんなからも意見が来るじゃん。俺が喋ったことに対して意見が来るから、まあ、それでなんか、話し、話し合いっていうか、そこでま、意見交換したりとか、 その、そこで出てきた相談っていうか、その意見に対して、ハイスさんなんか色々喋ってくれませんかみたいなのもあったので、今んところ考えてるのはこの三大巨頭巨頭っていうか三大三つを考えております。まあ、他にもね、せっかく生放送やるんだったらこんなんやってほしいみたいなのがあれば、まあ、どんどんやっていこうかなと思います。はい。で、結構生放送をね、あの、望んでる方多いっぽいので、そこでね、まあ、9月からやるのはもう決まってるからやっていくんですけど、 ぜひお願いしたいのが、あのー、な、なんだろう、登録者数もね、そこそこ増えてきてですね、やっぱり生放送中に、こう、不快なコメントとかも出てきます。まあ、これはしょうがないと思うんだよね。も、ま、う、あ、全部クリーンなのは、まあ、難しいと思うので、で、たまに、ちょっとそれに対して、こう、突っかかって言ってくれる方は、自分が言わないからさ、ね、代わりにっていうんで出てきあの、言ってくれる方がいらっしゃるんですけど、あの、完全スルーでお願いします。こっちで、あの、昨日はね、 4人でやってたんでいじれなかったんでね、パソコンいじれなかったから無理だったんですけど、あのー、こっちの方でコメント削除したりすることもできるので、で、これからモデレーターって言ってその、生放送中のコメント管理をね、チェックしてくれる方をつけるので、自分は。はい。で、まあ、それはちょっとね、これからいろいろ調整するとこではあるんですけど、まあそれもつけていきますので、 あの、みんなはコメントね、不快になの、はって思ってもは気にしないでください。はい、ぜひね、あのー、なんだ、せっかくやるんだったら、ちょっとでも有意義なものになったらなと思いますので。ただ、そんな、堅苦しい感じにしようとは思ってないんで、まあ、なんか、ざっくばらんに、最近どうやわ、みたいなのもね、たまにはいいのかなとは思うんですが、まあ、こんな生放送やってほしいっていうのがあれば、ぜひ書いてください。 はい、迷う気長い。本題行くよ。<laughs> でね、その感情がぐるぐるしてるっていうところなんですけど、あの、別に落ち込んでるとかじゃなくてね、こう、いろんなね、いろんなことがあったわけ。ほんとこの8月末。まあ、昨日の生放送もそうでしたし、で、自分教育系の配信者の方、ちょっとお茶飲んでいいごめんね。配信者の方ってお会いしたのが実は初めてだったんですよ。多分初めてだと思うんだよね。もともと、その YouTuber、YouTuber、 の知り合いも全然いないからさ。まあ、花尾さんが言,言ったらちょっと教育金に入るか。まあ、あの、あと伊沢さんもね入るけど、そのがっつり授業動画みたいな人はお会いしたことがなくて。 で、まあ、それでお会いしたのと、やっぱその前の韓国だよね。まあ、そこが大きかったです。で、えっと、まあ、なんだろう、う韓国の話は前もね、動画話したんであれですけど、まあ、水溜りボンドのカンタさんとかさ、その東海オンエアの虫眼鏡さんとか、トシミスさんとか、あとはもう関根リ沙さんとか、木下ゆうかさんとか、まあ、いっぱいね、まあの、そう、ミキポンさんとかさ、カズさんとか、ポコニアさんとか、そう、で、パオパオのお二人とかさ、そうそう、お話しさせてもらって、やっぱり、すごい、なんだろうな、もうすごいっていうさ、言葉で片付けちゃいけないんだけど、 でも人としてもやっぱ素晴らしい面がすごくあって、そうそうそう、すごく感化されたのね。で、そこでやっぱ感じたことは、まだまだ全然ダメだっていうのがやっぱり一番思ったことだったの。そういった意味で、おっしゃやんなきゃなっていうところもあったし、で、今 YouTube 全体でね、教育っていうところを頑張って押していこうよっていう流れがあるの実は。そう、できてきて。でもまだまだでしょう。日本なんてほんとまだまだだと思うんだよね。 そう。だけど、やっぱりこれから教育っていうのをもっともっとやんなきゃいけないっていうところもある。で、ね、こんな、こんな俺ですけど、でも、それでも日本では一番、一応ね、その数字的には持、持たせてもらってる人間なので、やっぱりトップとして、やんなきゃいけない、と思うんです。教育の。YouTube の教育業界としては。で、あんまり表だって、こう、目立つのは好きじゃないんですよ。そうひっそりやってたい。できれば、その顔出しとかあんましたくない、みたいなタイプの人間なんで、ち、本当はね。 でも、やっぱり、その教育ってものがさ、もっともっと浸透することが、絶対さ、学生にとってはプラスになると思うんだよ。で、今、昨日のさ、生放送中でもさ、ハイさん以外全然知らねえよとかそういうコメントもあったんだけど、でも、それってさ、やっぱ一個の問題であって、やっぱいろんな方が活躍して、いろんな方の選択肢が出てほしいの。で、昨日の配信を通して、あ、こんな先生もいるんだって知ってもらえたら、俺にとってはすごく嬉しいことだし。でも、やっぱりそうな、そうなんだろう、う自然にそういう環境ができるのは、まだまだ先の話だと思うのね。 ただ、なんだろ、無理なことではないじゃん。そう。無理では絶対ない。と思ってる。ま、時間はかかるかもしれないけど。そう。だから、自分がまず、ちょっとぐいぐいぐい YouTube の教育っていうところを引っ張っていく。うん、そのためにも、やっぱりコンテンツとして、もっとね、充実したものにしなきゃなっていうところがあるので、ま、今すごいいろんな方と話し合いながらね、いろんなことを考えてるんですけど、ま、そんな感じで言いますので、はい。それは韓国で感じたことだったんだよ。で、その昨日ね、その教育系の方と初めてお会いさせてもらったときに、 やっぱ、なんつうのかな。韓国では、自分は一番その、日本メンバーだ登録者が一番少なかったし、なんて言うんだろう。もう、すごい方たちと一緒にいさせてもらってる、みたいな。あの、画面の中の人がいるよ、目の前に、みたいな。ちょっと、ミ肌ハ町がすごい出てて。<laughs> そんな感じで、ちょっと浮き足立ってたんだけど、昨日は逆で、もうなんか、ね、お会いして、あの、ね、その、ムーニー先生とかさ、その、ヤル先生とかね、ドトラマス先生も、あの、ああ、やっと会いました、みたいな。 はじめましてみたいな感じで言ってくださって。でも自分としては、その逆だったからさ、韓国では。なんかもうそれでわ、よくわけわかんなくなってたりとかして。そう。でも、そういう風に思っていただけて、で、昨日その配信が終わった後に、みんなでちょっとご飯をね、食べに行,く行ったんですよ、4人で。食べに行ったんですけど。で、そこで、まあ、教育のさ、メンバーだから、本当真面目な話なの。そう、真面目な話でちょっと盛り上がって、ね。そう、自分はそういう話だから、すごい教育の話大好きだから、させてもらってたんだけど。<laughs> で、そこでね、あの、やる気先生が、 言ってくれた言葉ですごい嬉しかった言葉があって <coughs> <coughs>、ごめんね。その、ま、いろいろ話した後に、その、ハイチ先生が、その YouTube の教育っていうところ、ま、一応トップでやらせて、もらってる自覚あるからさ、トップでね、トップの方が、そういうい、ハイチ先生みたいな方で本当に良かったですって。自分ももっと頑張ろうって本当に今日思わせてもらったんでありがとうございますって言ってくれて。それがね、本当に嬉しかった。で、なんかね、まあ、 結構、その韓国のこととか、昨日の生放送のこととか、で、昨日の生放送でひとまず、俺の夏のバタバタが一段落して、いろいろあったんだけど、段落、まあ9月からまちょっとまた忙しくなるんだけどさ。で、その、終わったっていうやつと、ちょっとまあ体調悪かったのもあってさ、気が緩んでたのもあって、もうめっちゃ泣きそうになって、それで。すごく嬉しかったんだよね、そう言ってもらえたのが。で、嬉しかったし、こう、まあさらにカブトのを締めるじゃないけど、やっぱりそう思っていただけてるのであれば、余計にね、 やっぱもっともっとやんなきゃなっていうのはすごく思う。やる先生にしても文治先生にしてもそうだけど、本当にいい、まあいい授業っていうのはね、もう自分が厚かましいんですよ。だって自分より学力とかね、めちゃくちゃ高くて、そのマニアックなことも授業できる。自分はそんなに学力がもともとないから、基礎的な知識をメインでしかできないっていうところがあるんだよね。まあ数学は専門だから割とまだできますけど、そうっていうとこあるからさ。だから、まあでも、そういうのを気にしたこともあったけど、でもそれは一応言ったんなわけじゃん。 そう。人には、そのなんだろう、適正のところが適材適所があるわけだから、そう。それは気にしてもしゃらないんだよ。でも、ああいう風にいい授業をされる方っていうのはもっと光が当たってほしいしね。そう。とは思うからさ。で、きっまあ、教育的な、教育系の YouTuber の方でもいろんな方が出てくるわけよ。ちょっとヒール的なね。そのさ、ちょっと周りの悪口を言って、その信頼を稼ぐよ、みたいな方も絶対出てくるし、まあ、それはそれでいいと思うんだけどね。そう。いろんな方が出てきて、みんなの選択肢が増えればそれでいいと思うから。 そう。まあでも、そんなことがあって、ちょっと感情が追いついてない。本当に。え、昨日の夜からいろんなこと考えてて。<laughs> でね、いろんなこと考えてるとさ、ツイートしたくなるんだよね。そう。ツイッターに流したくなるんだけど、<laughs> あの、ちょっと迷惑も、迷惑かなと思って、<laughs> あの、我慢した分、ちょっとここでダラダラ言うて,て、ブワーって今話しちゃったんだけど。ただ、まあ、どうなるかわからないっていうのが、まあ一番ではあるけどさ。うん、でも、や、やらないで後悔するのって本当に嫌なの。俺は。 やっ,て後悔するやって後悔することはそんなにないと思うんだけどやって後悔というかやって反省だからさそうやったら反省ってが出てくるけどそうだからもうやらないで後悔するぐらいだったら一度きりの人生だしもう33なんでねそうそうそうもうんだろう先は長くないことはないよまだ泣きは長いけど長いんだけどでもみんなはさ15161718ぐらい、まあ、中高生の年齢に比べたらみんなよりも15年ぐらい長くも生きちゃって使っちゃってるんだよ時間をみんなよりもねだからみんなよりも確実に時間は少ないから そう、だからこそ、なんだろう、もっとやれることをっていうのはすごく思ってるので、うん。あ、これからね、まあ、前の動画でもちょっと話しちゃいましたけど、こう、ちょっとこのチャンネルが変わっていくかもしれない。自分の方針としてわからないけど、変わっていたときに、その人にと,とっては、誰かにとっては、前の方が良かったなっていう、その解約、改善じゃなくて解約っていうふうに思うかもしれないけど、でもそれも含めて、あの、やっていけたらなと思ってますので、ぜひぜひ、あの、今後もね、よろしくお願いします。 あのー、頑張る。頑張る最近頑張るばっか言ってんだけど、あの、ちゃんと、形に、あの、していきますんで、ぜひね、ついてきてもらえたらと思います。はい、という感じで、今回はハイチのダラダラジオ、えー、感情がぐるぐるしてるというテーマでね、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて、本当にありがとうございました。では、次回。9月1週目ですよね。まあ、大事な時ですね。あのー、ん ?1 周目か ?1 周目だね。はい、なりますので、 え、ちょっとそこはね、もうこのテーマ、多分ね、9月1週目というかその前に、ダラダラ授業みたいなちょっと撮ると思うんですけど、まあ、あの、その辺も含めてよかったら見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。